中岳は長野県松本市と岐阜県高山市にまたがる、日田山脈南部に位置する標高3084メートルの山である。山域は中部山岳国立公園に指定されている。中岳は槍ヶ岳から南側に伸びる、両線上にあり大場見岳と南岳の間の位置、方である。 三千メートルを超える広報であるが、槍、ほたか連邦の一方で、付属的な山とみなされ、百、名山などに名を連ねることがない。1909年8月に、宇どの正さのらぬパーティーが、上城家文字と同行し、奥穂高岳から槍ヶ岳へ重走する際に登頂した。槍ヶ岳と南岳との間にあることからこの時に、中岳と命名したとされている。小島薄いは、 中岳を小槍ヶ岳と記していた。山頂直下の東表に巨大な舞姫の雪形が見られることを山岳写真家の田淵幸夫が紹介した。中岳南東側斜面にある設計末端は雲表のオアシスと呼ばれ、下記は水場となっている。1998年8月7日からの上高地付近の群発地震に影響で、 北西側頂上直下が崩落して、2001年に登山道の一部が付け替えられた。新穂高温泉や上高地の登山口から入山し、槍ヶ岳や穂高岳の登山の際に登られることが多い。最寄りの山小屋は北側 1.2km の位置にある槍ヶ岳山荘で登山道の脇の岩場にキャンプ指定地がある。山頂から東の天口方面へ細い尾根が伸びる。 天口では、逆さ槍ヶ岳が望める撮影ポイントとなっている。東山腹の天狗っぱらや氷河公園では、モレインや建国地形が見られる。南岳との間からは東へ、横尾根が、横尾山荘まで、長く伸びる。山頂から西側には、平沢へ、西尾根が伸びる。西側の抜け戸けから望む中岳周辺の山、ひだ山脈の主稜線上にある。 源流となる以下の河川は日本海と富山湾へ流れる。西側や東側から眺めて、両線状に見える小さく尖った山頂部の山陽がその特徴である。ありがとうございます。